はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、今後高騰していくのではないかと思うカードたちを紹介していこうかなと思います。現状でも高値より価格を伸ばしているカードですが、今後の診断による影響、アニメの影響、生産の影響が出てくるのではないかと思っております。購入はあくまで自己責任でよろしくお願いします。1枚目はミライドン SAR です。メルカリでの高値では約1万5000円での取引がありました。購入相場的には1万2000円から1万4000円での取引がありました。2枚目はコルニの気合 SR です。高値では1万8000円での取引がありました。購入相場的には1万2000円から1万7000円での取引がありました。3枚目はガブリアス CSR です。高値では約1万2000円での取引がありました。購入相場的には8000円から1万1000円での取引がありました。4枚目はコライドンプロモです。高値では約2万円での取引がありました。購入相場的には1万5000円から1万9000円での取引がありました。5枚目はミライドンプロモです。高値では約5万4000円での取引がありました。購入相場的には4万円から5万円での取引がありました。最後はレクーザ GXSSR です。高値では4万円での取引がありました。購入相場的には3万4000円から3万9000円での取引がありました。高騰前に比べるとだいぶ現状でも高値にはなっていると思います。下落相場のため高値よりは少しは価格が落ち着いていると思いますが、また徐々に相場の変動が起こるのではないのかなと思っております。今後も価格の変動などありましたら動画にしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。